しような向こうの方から雷の音が聞こえてくるから、まあ昨日の内容とか考えたら有馬警察署丸坊主のまだに病院行くって聞いてきた人で、あと雷の音の地点がところどころ変わるんですけども、微妙にね、あのどこかの住宅内にまた紛れ込んでるスポーツの勝ち負けで何か勘違いしてる連中なのか、阪神タイガースの伊藤投手は警察官ですよ。元警察官か現役の警察官です。あの年俸の金額って活躍すればするほど本人らが頑張ってみんなの税金でスタジアムを作っちゃった方ですから、例えば神宮スタジアムとか横浜ベイスターズのスタジアムとか千葉ロッテマリーンズのスタジアム、もともと売り上げはあんまりなかった横浜ベイスターズ、まあ太陽ホエールズから変わった間もない頃、まあ、太陽ホエールズの時もそうかもしれませんけども、年間の売り上げが27億円しかないと、スタジアムの土地代プラス建物代で数百億、使ってます。500億円ぐらいかな。埼玉県の浦和レッズのスタジアムで700億円超え、東京ドームで846億円ぐらい。返済もともとできません、球団所有で本当に民間が経営しようとしていたら固定資産税だけで1、2億円はかかりますね、出来たての頃は。だからこれだけ本当のこと言ってるのに、何かこれ以上スポーツ業界拡大しようとしてきた人間、本当に現実巻きまえろよっていう話で、多分あの世の方たちかなりお怒りで、建物、あ、多分あの方向、ちょっと向こうの方向からもするから、多分西宮北インターチェンジ近くの工事バレた方、余計なもの作ってるの。もともと西宮北インターチェンジの阪神流通センターの中に物流センターがあるんですよ、黒猫大和さんので、そこが本当に老朽化してるんだったら、確かね、阪神流通センターで伊藤ハムさんはとだいぶ前に倒産しました。あそこでもちょっと若い頃働いたことあるんですよ。で、そこ解体して新しく物流センター作るんだったらわかるんですけど、それなら岡場駅の方、向こうの方で、まあ、田尾駅の方で、で、もう昔から同じことを言ってる、いつものルートで送った SD カードでも、淡井圭介は言っていたと思う、もしくはテレビに向かって言う方法。で、一応ね、アナウンサーは返答をした人間もいたと思うんですけども、なぜかこうなってますね。経済番組でそうなったのが、身勝手に森切り開いて、で、しかもあの場所、田んぼがあったんですよ。あの、大川駅の近くの今、流通センター作ってるところね、本当に物事を、あの、よくわかってない人間が動かそうとしたらダメ。お金出せば済むっていう問題じゃないから。本当に。お金持ってたら何でもしていいっていうことじゃないの。本当に。さらに、テナント募集がすでに書かれていた。絶対無理。いろんな店がもともと出店しなかった頃から、エコーリラの中が、岡場のね、神戸市北区の岡場駅の、エコーリラショッピングモール。そこはもう、店舗コロ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 変わってるか、倒産してるっていうこと。もともとそうなの。さらに、人口少子化で、ね、人少なくなってるのに、さらにテナント募集。破産せえって言ってるものですよ。で、もうここまでも物事がはっきり分かってるんだから、裁判所で破産、手続きなんか認めないですよ。民間人である淡井圭介が。もうそのままそこで倒産した人を生活保護者のまま働いて返済しなさいの形にしますから。まあ、裁判官が認めるかどうかの話になるんですけどね、結局。自分も僕一人でどれだけ裁判しなきゃならないのって。日本中と世界中のオンブズマン助けて、法律しっかり分かってる人たち、ちょっと援護お願いします、の話に、本当もう自分の件だけで何十件もあって、全然裁判始まらへん。返答何にもしてこないで、もう3ヶ月経過してます。もうどうしましょう、この人類。もう25年もかまど発電もマグマ発電も、河川水門開閉式ダム発電も、地下水流トンネル発電も始めれてない。
本当に。ハウル山整骨院なんかで、誰が開いたの？誰がお金払ったんでしょ？どこの企業？それ、賞金の元辿っていっても大企業で、まあお金の流れ見たらわかるから、ハウル山整骨院も本当は。で、みんなの税金使い込んでるから、介護なんか入れたら余計、介護はいろんなところもう作りすぎてるの。ありの中町だけで、ね、介護関係のところ5箇所もあんの。一つの駅の区間の間に、もう医療機関が税金にもうむしゃぶりつきすぎ。もうこの辺りにもういっぱいそういう連中存在する。それどころか、北進清和台、田尾寺駅の近くのそこも、訪問介護がなんかの介護センターがいつの間にか出来上がってる。あそこの中に確か老人ホームみたいなものが出来上がってる。ここの有の中町に老人ホームがあって、岡場駅から少し離れたとこ、あそこ有の中町じゃなくて有の台かもしれないけど、正直岡場駅から15分以内と、そこにも老人ホームある。どれだけ作ったら気が済むので、の話で、総合病院が少なくとも岡場駅近辺に3カ所もあって、田尾寺近辺に一つある。で、さらに、もう、ね、その済生会病院っていう病院が岡場駅の近くにあるんですけど、徒歩10分ぐらいのところ。で、そこと三田市の総合病院を合併させるべきだっていう運動と、もうええからと。どこかワンフロアを老人ホームにしといたらええからと、もうそれで一旦様子見といてくれたらええっていうことで、一応岸田さんの耳には届いてるはず。もう本当は兵庫県知事と神戸市長が頑張らなあかんところ、絶対もう余計な建物建てはダメよって、君たちの交通本当に差し押さえるからねって、もう車とか三親等以内の請求、どうせ一族議員なんだからちょろちょろ動き回るよ、鬱陶しい、余計なものばっかり作るよ。今度は、湾岸線を延長させて、神戸市の港の方の、新長田の駅、地下鉄、そこまで湾岸線を延長させて、5000億使わせろって言い始めて、ほら見たことか、万博とか開くから、国民の税金めちゃくちゃ使いようって。一応僕の方が怒り始めたら、雷の音がやみよ。代わりに怒ってくれてた節が、かなり可能性が高い。あの世の人たちとこの世の人たちと、もうこの期間、もう絶対第二次世界大戦で亡くなった人たち。もうフィナンシャルグループとか、ね、麻生太郎さんも本当は皇室の、親族の人の末裔で皇室の血の流れの人なんですよ、麻生太郎さん。しっかりと経済原理で九州の麻生建設倒産しましたから。そういう物事をしっかり分かってる人だけ総理になったらいいっていう話で、総理になったんです、本当に。麻生太郎さんと僕ちゃんと会って話しました、座って。だから一応話した国会議員、まあ、総理になられた方とか、まあ、人柄いろいろな方いらっしゃいますよ。例えば、鳩山由紀夫さんとか安倍さんとかだったら、まあ、人柄良さそうだなとか、まあ、丁寧な方だなとか、まあ、そういう、まあ、良いイメージ。で、まあ、麻生太郎さんは話していて面白かったですね。そんな人に限って、悪者役をさせられる。僕も、いや、昔のこと知ってる人が、誰が総理を指しなきゃならないからって言ってしまって、麻生太郎さんもあの年齢でもまだ仕事降りれないっていう。いや、もう次の選挙でも麻生太郎さんもう降りてもらったらいいですよ、本当に。もうその死ぬまで働けコースって、本当に、ちょっと、みんなが本当の話知ったらびっくりするから、生活保護でその死ぬまで働けコース本当にあるから、裁判所で破産手続き、裁判官が認めてくれなかった場合、本当に、エネルギーの残存量問題でそういう判決が出るのが本当は普通。あの余計な建物を建てた議員とかの一族ね、三親等以内までの請求で、口座、土地、建物、全部差し押さえ、貴金属類も。これで、世間に見せしめをね、それをしっかりと放送して、もう余計な高速道路とか本当に作ったらあかんっていうこと、議会の議員が気が引き締まりますから。
ガーシー議員捕まってましたけども、表立っては芸能人を脅したうんぬんとか言ってますけども、もう僕、本当の映像で見ましたから、あの人ヘルメットかぶって現場にいましたから、建築業界でスタジアムの建設行ったでしょ。カタールのあのサッカーワールドカップの時の建設とかに関わった方なんじゃないですか。無理ですよ。国の税金むちゃくちゃな使い方して、エネルギーの残存量問題の方が上っていうことになってますから。で、本当に、サッカー界も変な審判めちゃくちゃたくさんいますから、今から5年前かな、10年ぐらい前かな、イニエスタ選手が来る前、ヴィッセル神戸の試合、延長戦で20分の経過させられて、もう選手が怒って、全然試合終了のホイッスル鳴らさなくて、で、黒い服着てんの。もう、もともと、1956年に売春防止法が出来上がってるから、裁判官とかも、エロ病会側、つまり暴力団側の人間が存在するの。ね。他の裁判所の判決で、高裁から最高裁で、性被害、性犯罪であると。ああいうエロビデオ業界ね。まあ、だからエロビデオの頃から、その後エロ DVD とか、なぜ生き残れてるのか僕には全然わからないんですけど、淡井圭介本人です。だから、年齢制限とかを作った裁判官が、結局、もともとエロ業界側の子孫で、もうおとなしく、早くあなたたちの口座差し押さえられなさいと。もうその後公務員になっちゃダメ。法律で。もうそうしとかないとダメ。今度他の法律で立候補とかしてくるから、もう世間に名前を公開して僕のホームページで残しとかないと。裁判所だったら記録は5年で廃棄されるから。それで、その今までの罪が清算されるっていうことじゃないですよ。まともが全国民から訴えられたら、金額どれぐらいか考えてみたことあります？返済不可、絶対に。その一族絶対終わり。あなた、もうあんたが勝手に裁判所で裁判官になって身勝手な判決したからってもう親族の人にずっと怒られるときっていう。それぐらい しなかったら、後の人たちが勘違いするから。本当に世の中のことを。警察官も未だに潔く、そこの、ツタヤとか、ゲオとかのアダルトコーナー撤去しに行かないから。民事不介入という言葉で、有給休暇の効果を忘れてしまってんの。自主的に今まで自分たちが間違えてきたんでしょって。有給休暇の日に自主的に撤去しに行きなさいよって。裁判所通して民事でって。警察官として勤務しない時が民法使ったらいい時ですよ。民法ちゃう。民事訴訟法。民法から他の法律も何から何まである。できる。サボってるだけ。怠ってる。お給料下がっても、ボーナスなくなっても、退職金なくなっても知りませんよ。これが本当。ね。サッカー界も何人警察官がボール蹴ってお金稼ぎしてます。本当に全国民が本当の金額とかその稼ぎ方した時に普通の民間企業なんか住居手当とか半分以下がないですからね。本当にさらには人材派遣会社使って賃金のピンハネ代用、それが国公務員。それあの世の人たちお怒りになりますよ。淡井圭介が全部調べ上げてきたから。いや、全部じゃない。多分これだけたくさん調べても、まだまだ多分、もう個人名称を上げたらもう全員同じだと思う。誰が総務大臣になっても、誰が法務大臣になっても、誰が、財務大臣になっても、その3つは絶対やられる。あと、厚生労働大臣も絶対無理。医療機関の多さだから。加藤厚生労働大臣、本気で取り締まった方がいい。医療業界を。で、飲食業界も取り締まらなきゃならなくなりました。ゲオの隣にある松屋。松屋っていう牛丼屋がドレッシングを いつも外に出しっぱなしで、もう今までニュースに何回もなってますから、それ腐るって言ってるのに、で、僕の体も湿疹出ています。何箇所もね。で、その、ストアマネージャーのヤギっていうものが、警察呼びますよとか、その湿疹の話した時に、医療診断書はありますかとか言ってくるんですよ。僕の体見たらええ言うて見せましたよ。本当に。一法律だけで、営業妨害だけで、自分たちのしてきた悪いことを隠蔽できるって本当に思ってるんですよ。
で一応聞きました。僕もそこまで鬼じゃないから、みんなボーナスかもらえてるってないでしょうって、ありませんって住居手当とかないやろってありませんって昨日有馬警察署にもうその正直その内容で どこからどうしましょうって、もうほんと精神病院行き無理ですよって、それしたらみんなの税金使うから、でその精神病院のからくり知ってるから、三田市の宝塚三田病院1ヶ月入院させただけであそこの病院100万以上請求してくるから、それみんなの税金ほとんどが。でなぜそんな形になったかって言ったら、働いてる不利の人間を増やして警察官と組んで、警察官と癒着で横領して、だから警察官も横領組、横領の手伝い、暴力団への資金提供、山口組っていうのはもともと公用病院の方、精神病院の方の経営者が山口だから山口組、医療業界の医薬品業界の精子が生産できなくなる薬を作っていたから昔山口組が取り締まられていて、その山口、その精神病院の公用病院の目の前に山口っていう表札のある家があるんですけども、灘区の方に家建てたみたいそこが山口組だと思いますよ。それで合ってると思いますよ。で作ってたところが三井住友銀行の系列の製薬会社の田岡製薬所、姫路市の左の方に、兵庫県姫路市の左の方に播磨っていう地区があるんです。そこは市という単位じゃないですか、人口小さいから。でそういうあんまり人のいないところでせっせせっせと田岡製作、製薬所っていうところが精子が生産できなくなる薬を作っていてね、旧三大財閥両方ともアウトでした、製薬会社持ってたからって。富士グループも同じ、今度科学業界と組んで富士通 100% でスーパーコンピューター系富岳を作って、今度は電波でね、本当のことを言い始めた人間を口封じしようとし始めた。警察官も電波で聞こえてきた内容とか信じちゃダメ。淡井圭介の声がリアルに聞こえてきたとしても